まず第二四半期業績のポイントは、主力の国内百貨店が増収増益かつ計画超過、2つ目には国内グループ会社もおおむね堅調、3つ目は連結も増収増益かつ計画超過、以上3点であります。営業収益は計画比では消費増税前の駆け込み需要対策が走行し、大幅な売上超過となった国内百貨店の貢献が大きく、プラス87億円の大幅超過ということになりました。続きまして当社の経営戦略についてご説明をいたします。まずまちづくり戦略についてご説明をいたします。まちづくり戦略における当社の特徴は、百貨店と投資開発を有することで館価値の最大化を自社内で実現できることであります。次の3点と考えております。1点目は MD サービスの多様性の実現であります。従来の百貨店にとらわれない地域に合った商品サービスを展開してまいります。2点目は顧客視点での館としての統一感により館価値最大化を図るということであります。百貨店と専門店が一体となって協業していくことによりサービスや売り場環境などにおいて極力シームレスな運営を目指してまいります。3点目は高島屋らしい上質感を提供することであります。すべての館において高島屋らしい上質感を提供することで高島屋のブランド価値を最大限発揮し、同業他社を含めた他業態との差別化を図ってまいります。国内百貨店事業におきましては、まちづくりの視点での店づくりに取り組んでまいります。取り組みの柱といたしましては、特徴化 MD の推進、オムニチャンネル化の加速、インバウンド対策の強化、店舗戦略事業モデル構築の4点を掲げ、新たな百貨店価値の創造を実現してまいります。今後の海外戦略については ASEAN 各国を中心に多店舗化戦略を基本に展開をしてまいります。その際に国内外企業との提携等を通じプラットフォームハブを構築、国内商品の卸小売の新規事業開発にも取り組み、アジアでの複合的な展開を推進してまいります。長期的には2020年までの7年間で500億円の投資で経常利益を2013年比で50億円増の目標を立てて、新たなビジネスチャンスへの挑戦を進めてまいります。2015年2月期通期計画についてご説明をいたします。通期計画のポイントは、まず1点目が国内百貨店を増収増益へ上方修正、2点目が海外は下期は改善と、3点目が連結計画も増収増益へ上方修正と、もう以上3点であります。営業収益は足元の状況を鑑み、国内百貨店のインバウンドをはじめとするさらなる営業施策の投入とグループ会社の増収策によりまして、当初の計画から160億円上方修正をいたします。